神戸大学の小川です今日はユーザーイノベーションについてお話をしたいと思います最近出した本で私が書きましたユーザーイノベーションという本があるんですけれどもその内容をまあコンパクトにまとめてお話したいと思いますこのユーザーイノベーションっていうのは消費者あるいはまあユーザーといいますかがメーカー企業に先立って画期的な製品やサービスっていうのを作っていると いう話でもともとはあの私、まあ、かつてアメリカのマサチューセッツ工科大学というところで勉強してたんですけれどもその時の指導教員であるエリック・フォン・ヒッペルここの写真ありますけれどもエリック・フォン・ヒッペルさんのところで研究してたんですけれども彼が見つけ出して名前を付けた現象です。ユーザーイイノノベベシショョンン消費者のということなんですけれども、えー、これ、まあ、皆さんの 身の回りにある事例で分かりやすいものを持ってきたんですけどもあのバンドエイドですね、えー、怪我した時に貼るバンドエイドですけどもバンドエイドも実は消費者イノベーションだったという話です。でここにありますねアール・ディクソンさんっていう人があ結婚してですね結婚してまあ奥さんがこう家事のことをやるんですけども、まあ、の結婚した手なので慣れないわけですね。なのでこう指を怪我したり、えーまあ すするわけですけでどもそれを見たディクソンさんが「まあ、ハニーと」と「僕のためにこんなことしてくれてありがとうと」と、えー、そういう時でも安心して、えー、家事ができるように僕が、あのーまあ、魔法のおものを作ってあげるよということで、えー、テープにガーゼをおーつけてそれをこう奥様につけてあげたんですね。それととと、まあ、怪我したところでもおきちんとそれが 防がれていろんなところ接触しても安心だということでバンドエイドが生まれたわけですけどもたまたまこのディクソンさんがジョンソンジョンソンという会社に勤めていたのでジョンソンジョンソンで製品化され今あの世界中で使われるという、まあ、大ヒット商品になったというわけです。これは、まあえー、消費者イノベーションのの一つの例だというわけで,すでユーザーイノベーションあるいは消費者イノベーションっていうのは3つのタイプがあるというふうに言われています。 で、3つといは何かって言うとですね。えっと1つ目があ全くゼロから作るっていう。そういうタイプです。で2つ目がですね、えー、消費者あるいはユーザーが元々あった製品を改造改変するっていう。そういうタイプのものです。で、3つ目があ後で説明しますけれども、元々メーカーがある用途で、その製品を市場に出しているんですけれども、それとは全然違う。用途を消費者があるいはユーザーが開発してしまうという。そういうタイプ、この3つがあります。で順に。 あの具体例を話していきたいと思うんですけどもまずゼロから、えー、ユーザーがイノベーションをするという例を話したいと思うんですがここにあの出てますけれども、えー、ルイス・プランテさんっていうそういう名前の方なんですが彼はあの、まあ、残念ながらといいますか一般的なにあのかかりやすい病気ではなくて非常にあの普通の人はかからない難病にかかりました。脳法性繊維症っていう、まあ、すごくあの 漢字字でで書いいも難しい字なんですけどもお病気にかかりまして、まあ、体の中の体液が非常にあのネバネバするということで、えー、それがあの気管に詰まってですね、まあ咳が止まらないというそういう病気になりました。で咳が止まらないとどういうふうにあの、まあ、大変かというとですね、えー、ここに絵にあ,ってるんですありますけれども例えば図書館で勉強しようと思っても咳が止まらないので周りからですね、まああの うるさいとなんでここにいるんだとあるいは受験勉強の子がいたらうつるんじゃないかみたいな、えー、風ぜと勘違いされたりインフルエンザと勘違いされてですね、えー、そういうことが起こると、えー、あるいはあのコンサート音楽ですね、えー、行ってみたいとか映画館に行きたいと言っても咳が止まらないわけですからあちょうどですね犯人は誰だみたいな感じの時にゴンゴンってやってしまうと前の人は聞こえないわけで、まあ、周りからですねおいおいという感じで見られてしまうと。まあ 健常者の人にとってはですね、えー、全くもって想像できないかもしれませんけれども、この脳法性線維症にかかってしまうことによって、このルイス・プランテさんというのは、そういったあの普通の人が楽しめることが楽しめない、あるいは普通の人が扱えるものが使えないということになったわけです。じゃああのそういう病気とかですね、えー、症状ですね、緩和する薬や機械があるんじゃないかというふうに、えー、思いがちなんですけれども、 実はなかなかそういうの法制衣衣みたいいいな病気ははでですすねね、えー、薬とかあ器具っていうのは開発されにくいんです、ね、どうしてかというとそもそもこの病気にかかる人の数が少ないので、えー、メーカーにしてはですね企業にしてはその症状を緩和したり、えー、治すそういうようなものを作ったとしても売れる数が少ないので、まあ、平たい言葉で言うとですね、えー、俗っぽい言葉で言うと儲からないわけですね。 なのであえてそういった病気を治すための薬や器具に開発としようということが起こらないわけでして、えー、じゃあどうなったかというとこういう器具をですね彼自自身が開発ししして、えー、自分の症状をを緩和するとということをしました、まあ、どういうふうにするかというとここにですね胸に手を当てて。 その器具と一緒に手を当ててすると、まあ振動するっていう機械なんですが、まあ非常に原始的なあの機械ではあるんですけれども、そのことによって体液を下に落として石の出るのをこう緩和するということをまあこの器具で実現したわけです。まあこれはまさにメーカー企業が作らないので自分でイノベーションするといった例になるわけです。これは一つ目です。二つ目の例を話したいと思うんですけれども、これは マウンテンテバイクです、ねえー、もうあのどこの町に行ってもですねあの見ることができる自転,車自転車なんですけどもこの,あのマウンテンバイクが開発される経緯もも消費者が関与したものです今から3四4 0年前のアメリカの西海岸なんですけども、えー、普通に自転車を乗るのではなくて、えー、まあ余った時間にですねもうちょっと遊びたいという若者がですね、えー、オフロード 普通のロードで道路ではなくてですね、まあ、道路以外のところで自転車に乗りたいとその快感を味わいたいということで、まあ、山に登って自転車で降りてくるというようなことを、まあ、したというふうに言われています。まあ、山に登るのも大変ですけども山から降りてくるのも大変でまあ普通の自転車でやっているとタイヤはパンクしますしあの危険なところでスピード出して走っているとなかなかブレーキもかけれないというわけで。 そういう人たちは何をやったかというと、まあ、あのタイヤはですね、えっと、非常に太いタイヤをこう持ってきて入れ替えるとかですねブレーキもーバイク用の高速で走ってるのをキュッと止めるような、えー、ブレーキに変えてしまうみたいな形で自転車をもう自分なりにオフロード用に改造改造変したわけですでこれが最終的にはあマウンテンバイクになって今世界で受け入れられてると。 いうわけで何兆円ぐらいの規模のマーケットだというふうにまあ聞いているんですけれどもいずれにしてもこういうふうにゼロからではなくてもともとあった製品を改造改変することによって消費者がイノベーションするという場合もあるというのがここでのポイントになります三つ目です三つ目はですね消費者がもともとのメーカーが持っている意図とは違う用途でその製品の市場を作っちゃうと いうえー、用途開発の例でお話したいんですけどもこれ非常に面白い例で、まあ、商品名も面白くてですねっていう、えー、商品ですこれ釣り具でしてあのどういう釣り具かというとこうあの釣るためのなんですかね器具があるんですけどもこう普通はですねまあ餌をつける糸をですねこの竿に通すんですけどもこう通すときに穴から通すときに その針の穴にです、ね、糸を通すのと同じように非常にもともと々柔らかいものですからなかなか向こうまで通すのは大変なわけですねそこで開発されたのがサウナカ登録でこれあの形状記憶合金のワイヤーになってまして、えー、ここにつなげてです、ね、こう通すと、まあ、あのスルスルとその糸が先まで行って、えー、簡単にその糸同士できるというのでサウナカが 竿の中をスルッと通るというんでサウナガトールクンっていう名前がついてるわけですけれどもお、非常にあの便利な釣り具です。ただ実はこのサウナガトールクはですね、えー、釣り具としてよりももっと別のところで今人気を博していますで。ちなみにですね、あのー、皆さん、えー、巻き爪っていうあのー、病気ご存知でしょうかね。こういう病気と言いますか爪の症状なんですけれども。 あ今日もあのアントラプロナーファクトリーっていう会社で今収録してますけれどもそこの社長の島内さんに来ていただいてますが島内さんはいうのをご存知ですかあ、はい、私もあの妻もなったことがありましてどういうことになるんですかこの巻き爪になってしまうといやもうあの歩くのが痛かったりしてですねあの生活が難しくなりますでこれ結構治療するのお金かかるんですよね大体どれぐらいかかりましたか 私で1万2 3千円ぐらいになっている気がしのまあ治療の方法はここの,、はい、の部署にですね何かこう、えっと、爪の,この、まま、巻いてるのを元に戻すようなそういう治療をするらしいんですけれどもそれ用のこの器具っていいますかそれがあの結構のお値段数千円してなおかつ、えー、壊れやすいらしくて、えーま、通ってるうちにあっという間に何万円が消えてしまうっていうようなことになるわけです。 ある人がですね、巻き爪の人がですね、このサオナカトール君に注目しましてどう注目したかというとこれ形状記憶なもんですから元に戻ろうとする力がワイヤーにあるわけですでこのここにありますけれども爪に穴を開けてこのサオナ竿トール君を通しとくと爪がですねぐーっと元の形に戻っていくんですねでサイトをいろいろインターネット見てるとですねもう巻き爪を竿ト登録君で直すのは準備はこれだけでいいとかですね <laughs> 巻き爪治療にはこの竿中徹君は今ものすごい注目されていますちなみに竿中徹君まあ釣り用のやつなので非常に長いんですねだから何回でも使えますし値段がですねなんと1,000円を切るぐらいの値段で売られているので <laughs> まああの非常に安い値段で巻き爪を治すということでまあ多くの人が使っていますそれが証拠にですね楽天市場とかアマゾンでこの竿中徹君を検索するとですね 今でもこれは釣り具として販売されてるんですけれどもコメントがですねもうあの9割方ですねいかにこれが巻き爪治療に効くかっていうそういう評価になってるっていう非常にあのメーカーは釣り具として出してるんだけども使う人はみんな巻き爪治療で使ってるっていう、まあ、そういったあの現象が起きている面白い事例ですいずれにしてもユーザーのイノベーション消費者のイノベーションというのはゼロから革新するものをもともとのものを改造改変するそして メーカーカが思ってもいなかったような用途を開発するというこの3つで、えー、行われるとということですでじゃあ一体ねそれはどれぐらいの数の人がそういうことをやってるのかということがまあ多分これをご覧になっている方も関心をお持ちだと思うんですけれども今からの4年前に、えー、MIT のさっき出てきましたエリック・フォン・ヒッペルと私とオランダのエラスムス大学のユンルン・デジョンっていう研究者の3人で研究者の人で まあ世界的なサーベイ調査をしました。これはあのかなり注目されたあの結果なんですけれども、あのアメリカ、イギリス、日本についてどれぐらいの消費者イノベーターが実際にいるかというのを調べた結果です。でちなみに日本の場合ですね、四百七十万人の人がメーカーよりも先にイノベーションしているということが分かってまして、この四百七十万人っていうのはどれぐらいの数かというと日本の普通の会社の 一般の会社の係長主任の数と同じだというふうに言われる数でして大体あの主任とか係長ぐらいまでは会社の場合まああの昇進する場合が多いもんですからそういう面で言うとまあ無視できないぐらいの数の消費者イノベーターが日本にはいるということが分かっているということでえこの今日ご紹介した消費者イノベーションというのはえ我々企業の外をあるいは我々にとっての周りの彼彼女がですね イノベーションしているということに気づかされて気づかされるようなそういった現象だというわけです。以上で1回目を終わりたいと思います。次は2回目になりますけれども、2回目はこの消費者イノベーションというのがいかにですね、あのメーカーにとってはあるいは企業にとっては気づきにくいものなのかということを話したいと思います。